以前勤めていたパート先に A さんっていうすごい嫌味屋さんがいた。 A さんのターゲットはいつも私と B さん。 B さんは独身で私は子なしで、結婚してないことと子供を産んでいないことでいつも嫌味を言われていた。まあこちらも A さんに好かれたいとも思わないので別にいいんだが、仕事中全く関係ない局面で言われるのは少々鬱陶しいという思いはあった。ある日、就業後に B さんとご飯食べに行って、その時に A さんっていちいち鬱陶しいよねって話になった。いつもは面倒だからスルーしてるけど、たまには軽く仕返ししてやりたいよねって。それで A さんのタイムカードに数箇所スティックのりを塗った。うちのパート先はタイムカードの押し忘れに厳しくて、押し忘れがあるとたとえその日に残業してても定時の扱いになる。毎月残業になるのは10日と20日と決まってるので、その2日の残業時間が刻印される部分に塗っておいた。そして締め日の25日、 A さんが帰るのを見計らってウェットティッシュで拭き取ったら、思いのほか綺麗に印字が消えたわら。翌月給料日、ちゃんと押したのにってプリプリしてる A さんの姿があったとさ。その後いつものように A さんに嫌味を言われるたびに B さんと目を合わせてはクスクス笑えて、嫌味言われるのも楽しくなった。